横瀬古墳は、鹿児島県総群大崎町横瀬にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。鹿児島県では、第2位の規模の古墳で、5世紀中央後半頃の、築造と推定される。鹿児島県東部、渋市湾から、西方の標高6メートルの水田地帯に、築造された大型前方公園墳である。 江戸時代から知られた古墳で、現在は前方部に祠らが祀られている。墳形は前方五円形で前方部を南西方に向ける。墳球町は約137メートルを測り、鹿児島県では東神大塚古墳に次ぐ第二位の規模になる。墳球表面では円筒藤には、継承埴輪が検出されている。墳丘周囲には集合が巡らされており、 堀は幅12から23メートル、深さ1.5メートルを測り、集合を含めた古墳総長は160メートルに達する。この集合のさらに外側では、公園部北側、前方部南側で外堀も認められている。主体部の埋葬施設は縦穴式石室で、現在は公園部墳長に露出する。この石室からはかつて鉄器等が持ち出されたと言われる。 その他の出土品としては、末期がある。また、現存はしないが、本古墳周囲には、古墳群が形成されていたと伝えられ、それら周囲古墳は本古墳の倍長であった可能性も、指摘されている。この横瀬古墳は、墳形、埋葬施設、出土品等より、古墳時代中期の5世紀中央後半頃の、築造と推定される。南九州地方では、 サ藤玄古墳群の男狭坊塚古墳、女京保塚古墳に皇族する名主墳に位置づけられる。また本古墳は沿岸部に築造された海浜型前方公園墳になり、大和王権と南西諸島や朝鮮半島との交流を物語ると、解する説がある。古墳域は1943年に国の史跡に指定されている。なお周辺では、 前述の東人大塚古墳を含む東人古墳群の他、本古墳に先立つ新陵古墳群の分布が知られる。横から望む墳形左に前方部、右に後円部。古墳の規模は次の通りの調査値。古墳は傾斜面上に所在するため、墳球は後円部の方が1メートルほど高く築造されている。後世の作兵により後円部墳長では、 縦穴式石室が露出することから、元々の公園部は現在よりもさらに高かったとされる。ありがとうございます。